CPU、マザーボード、メモリ、ストレージ、電源、ケース、グラボ、OS、合計10万169円。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。昨日新年会で飲みすぎて今日は調子が悪いです。お酒弱いのにバカね。さて、それはさておき、こちらの新しい i3-12100F なんですが、コメント欄でも多かったんですが、マザーが高い、グラボが高い、格安パソコンを作ってほしいなんてコメントが多かったので、今回は仮想的にではありますが、10万円でそこそこ使えそうなパソコンを考えていこうかなと思います。おお、それは面白そうね。また今回はあくまで仮想構成なので、実際の価格とは違うところもあると思いますが、ご了承ください。もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編に行ってみましょう。まずは今回の主役のご紹介です。インテルコア i3-12100F になります。この CPU は4コア8スレッドながらも、数世代前の i7 や i9 にも匹敵するほどの性能を持っています。特にゲームに重要とされるシングルスレッド性能、先日の動画でもわかると思うのですが、ゲーム性能もかなり強かったです。確かに i9-12900K とあまり大きな差はなかったわよね。またこちらは内蔵グラフィックがついていないモデルなんですが、 i5 と i7、i9 では内蔵グラフィックのありとなしで3000円ぐらいの差額なんですが、このモデルだけ約5000円ほど差額があるんですよね。なのでコスパパソコンを組み立てるためにはこの価格差はさすがに無視できないと思い、というわけで今回はこの CPU を使って最安構成を考えるとどのくらいの金額になるか、そちらを見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは CPU、 こちらは1月5日に発売され、販売時の価格は 13,979 円。今やネット上は在庫切れが多数となっており、少し購入しづらい状況。かろうじて在庫があるのはヨドバシ .com。しかし、販売価格は 16,570 円なので、これであれば 12,100 を購入した方がいいですね。ちなみに内蔵グラフィック付きの 12,100 は 18,800 円で購入できます。内蔵グラフィックの有用性もたくさんあるかと思いますので、ここら辺は値段と相談になるかと思います。単に映像出力をするだけではなく、グラフィックボード故障時にパソコンが使えなくなるということもありませんし、何より通常のブラウジングや動画鑑賞程度であれば問題なく使える性能を持っています。これに5000円を見出せるかは人次第ですが、チョイスとしてはこちらでもいいかもしれません。ちなみに冷却性能なのですが、パワーリミットを解除した状態で、リテールクーラーを使用したとしても 100% 負荷でも最高温度は高くても80度で収まりました。通常のゲーム仕様ではもっと温度が低いと思います。ちなみにこの温度はオープンフレームなので、ケースに収めると多少温度は上がりそうです。気になるシネベンチ R23 のスコアはマルチが8432、シングルは1620となります。ちなみにこのシングルのスコアは i9-12900K と同等、ライゼン 9-5900X より上のスコアとなります。1万円台の CPU でこれだけのシングル性能を出せるというのが素晴らしいと思います。ちなみにパワーリミットを解除した時の消費電力は約 110W でした。性能を考慮したら消費電力的にも悪くないんじゃないかなと思います。次に CPU クーラー。これに関しては現状ではリテールクーラーで十分だと思います。あくまでも最安構成を追い求めるという点で CPU クーラーを交換する必要はないと思います。ヒートシンクが大きくなったおかげで冷却性能も上がったみたいですからね。それでは次行ってみましょう。シュララララ。次はマザーボードですね。最近までは Z690 しか選択肢がなかったので、第12世代はコスパが悪いと言われていましたが、Z690 以外にも H670、B660、H610 という3種類の、マザーボードが発売されてかなり価格面でも改善されてきたと思います。その中でも H670 は価格的に Z690 に近いので選択肢からは除外。購入するとすれば B660 か H610 が選択肢となりそうです。今回は最安構成という趣旨なので H610 をチョイス。この中で最安となると1月14日に発売になるアスロックの H610MVM.2 が12,980円となりそうです。
VRM 周りや M.2 のヒートシンクなどもついておらず価格最優先といった感じのマザーですが、おそらくこちらが一番安いマザーとなるんではないでしょうか。今発売されているもので安いものとなると、ASUS の PRIMEH610M は D4 が 14,980 円となります。どちらもメモリが2枚しかさせないので拡張性は結構低め。優先欄が 1GB イーサだったり、ストレージのポートが少なかったり高性能マザーと比べると見劣りはしますが、格安で組むのであれば何かしら妥協は必要だと思います。ただ少しでもマザーボードに余裕を持たせたかったら、GB の D660MDS3HDDR4 1.0 もいいかなと思います。こちらは 14,850 円で販売してるのを見たのでこれも候補に入るかと思います。ただ今回はできるだけ安いもので構成を考えているので、とりあえずアスロックにしておきます。それでは次メモリを見ていきましょう。今回チョイスしたマザーボードの対応メモリは DDR4 のものになります。なのでメモリも DDR4 を選びます。CPU、マザーともにネイティブで 3200MHz のサポートをしているのでクロックは3200をチョイス。容量は 8GB×2 がベストかと思います。あくまでも格安ゲーミングパソコンということで合計 16GB あれば、メモリ爆食いのゲームとかでなければ大体の用途は満たしてくれると思います。今回はクルーシャルのバリスティックスブラックをチョイス。こちらはなんと上新で税込み5900円で販売されていました。これはかなり安いと思います。ぶっちゃけメモリだけでも買った方がいいレベル。そのくらい安いです。価格を見た時何かのバグかと思いました。光はしないけどヒートシンクもついてるしクルーシャル製だから安心よね。では次見ていきましょう。シュラララ。お次はストレージ。最近は M.2 ストレージも安価になってきたので今回は M.2 をチョイス。容量は 500GB を選びました。価格の安い順に並べてみるとそこまで大差はないので、これは好きなメーカーを選んだ方がいいかもしれません。ストレージも値段が下がったわよね。個人的にはこの CFD セレクション EG2VN9500GB がいいかなとは思いました。価格はドスパラで5870円。DLC みたいだし保証も3年あるので大丈夫でしょう。次はグラフィックボード。正直グラフィックボードだけはあまり妥協はしたくないところですよね。しかし現状エントリークラスの GTX1660 も RTX2060 も非常に価格が高いです。GTX1650 以外は約5万円くらいからがスタート。さすがにこれだと厳しいですよね。ということで近々発売される RTX3050 が狙い目かなと思います。ファウンダーズエディションが39,800 円とアナウンスされているので、おそらくクロート志向あたりの安いメーカーで38,000円程度で発売されるんじゃないかなと思います。ただ値段がきちんと発表されてないので、今回はとりあえず39,800 円で考えておきます。発売日は1月27日になるとアナウンスがされているのでこちらを待つのがいいと思います。発売日はご祝儀価格とよく言われますが最近の価格動向からいくと、発売日に購入した方が安く買えそうです。ラデオン RX6500XT も発売間近ですが、性能的にも RTX3050 の方が良さそう。ここはまだ発売されてないので検討材料ではありますね。ちなみに TDP は RTX3050 が約 130W、RX6500XT が約 110W と言われています。なのでこれを考慮して電源を選んでいきましょう。ということでお次は電源。おそらくこの構成だとシステムの合計が 300W くらいになると思います。なので 650W くらいでコスパがいいものを選ぶのがベストかなと思います。正直 500W だとか 650W だとかこのあたりの価格帯は差額が1000円から1500円程度なので、あまり大きく変わらないので 650W でいいと思います。その中で今回選んだのはクロート志向の KARPWDK650W85+。セミプラグインなので不要なケーブルを取り外すこともできます。組み立て的にも余計なケーブルはない方が楽ですからね。ということでこちらもドスパラで価格が6180円。では最後にケースを考えていきましょう。今回は最安ケースということでサーマルテイクバーサ H17 をチョイス。こちらはマイクロ ATX マザーボードまで入るケースとなっています。今回は内部パーツの見た目にはこだわっていないので、中が見えないケースを選びました。最大 350mm の拡張カードを搭載可能で、フロントには最大 280mm サイズの水冷ラジエーターも取り付けられるみたいです。ドライブベイの数も 3.5 インチが2つと 2.5 インチが2つ搭載できるみたいです。安いけどなかなか拡張性は高いのね。ですね。価格はドスパラで2979円。今回ドスパラが多いわね。
ドスパラさんお待ちしています。何それずるい。冗談はさておき、これで OS 以外の構成は定まったので価格を算出してみましょう。シュラララ。まずはグラフィックボードを抜いた合計価格はこちら。47,889 円となりました。5万円以下と考えるとかなり安いですね。しかしこの CPU だとグラボを搭載しないと映像出力がありません。グラボ抜きでとりあえず組むということを考えるのであれば、内蔵グラフィックがある12,100を選ばなければいけません。そうなると合計価格は約53,000円くらいになるのかな、といった感じですね。オフィス用やサブ機、簡易的な使い方ならいいわね。ですね。では CPU を元に戻して続きをやっていきましょう。これに RTX3050 を搭載すると87,689 円となります。お、グラボが乗るだけでそれっぽくなったわね。ただ RTX3050 の性能がまだはっきりしないので、あくまで仮想なんですけどね。で最後に忘れてはいけないものが一つ。え、なになに？ Windows の OS です。あ、OS。これがないとパソコンとして使えないですからね。ということで今回は DSP 版が NTTX ストアで、12,480 円で売られていたので、これらで i3-12100F をメインに格安パソコンを考えてみました。Windows 10のライセンスなら11にもアップグレードは可能ですし、これはありかなと思ってます。で、合計でいくらになったのよ？はい、今回こちらの仮想パソコンですが、合計、10,169 円となりました。と言ってもまだ発売してないものもあるので、実際に性能とかで不安なところもありますけどね。まあとりあえず一つの参考例にしていただければと思います。まあ確かにグラボの性能次第ではあるけど、もしかしたら10万円でゲームもできるパソコンが組めるかもね。ですね。私も RTX3050 が発売したら買おうかなと思ったりしてます。え、今買おうかなって言った。あ、いや、それは、その、ということでご視聴ありがとうございました。あ、逃げた。ということで今回の仮想パソコンが役に立ったという方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。